マリオワンダー。じゃあ今回もマリオワンダーやっていきましょうかね。ってわけで今回はちょっと一息ブースケのワンダーピースやっていきましょう。ワンダーピースね、何気にまたブースケですか。さりげなくブースケの出番多い気がするが、まあ2回目だけどね、まだ2回目だけどもブースケの出番意外と多い気がしますね。でこれを全部取っていけばいいというわけでございますよ。じゃあほれブースケくん、ほれ足場になって、おいゲッツー。そしてこっちのブースケも足場にして、はいゲッツー。簡単ですね、まあ一息だしね。で次行きましょう。で出てきまして、さて今回どっからやっていくかね。ここら辺結構な意外とステージ出てないっていうか、出てる場所多いからね、やる場所多いからね。じゃあまあここからやっていく。頭上注意ゴロゴロ回廊がやっていきましょうか。難しさは星に。ほんとか、意外と星の数信用できないからな。まあ行きましょう、2ステップバッチリ行きましょう、行きましょう。でゴロゴロ回廊、おお、いきなり滑って登場してくるとはびっくりした。で、これはジャンプして乗り越えてって、で、これがゾールデイジー。ゾールデイジーだ。おお、これ、弾き飛ばせんだね、このよくわかんない岩みたいな、モヤトボールみたいなの。オッケーオッケー。で、吹き飛ばしてって、後ろからついてくる。うわい、止まるかね、普通。なんか、あそこまで勢いあるんだったら、普通に先行ってくれないから。で、上に10コインあるね。上に10コインあるね。オッケーオッケー、いいね。で、ここら辺からもうアイテムは出ずに、こっち行って。で、ゲッティーノ10コインいいね。じゃあこの先進んでいって、これどう行くんだ。ん、え、誰この子、え、ワンコ、え、思っちゃったけど、おーおーおー、死んじゃったけど、え、この子どうすんの。え、もしかして逆に引っ張ればいけたのかな。そうっぽいね。てか赤ロミで復活タイプ、ちょっと待って、クリボーが来るなこれ、あぶねえ。あー、でもジャンプしたらなんかたまたま発射した、オッケー。でクリボーも倒して、ここしゃがんでいったら、はい、オッケー。あの子名前なんて言うんだろう。で、ここはなんだ、あれ、ヒップだろう。あら、あら、あのワンナッパー何ダメだったんだ。で、あー、これもまたあれか。なんか、この引っ張る系のカロンで、あっちが行きゃいいのかな。じゃあ、早速引っ張って行ってみて、ここしゃがんで行って、その下へお邪魔します。これでミスになったら俺はあいつを恨んだね。で、10コインがまたあって、ワンナッパーはないと思ったらあるな。あ、あいつはぶつかるとき若干可愛いな。じゃあ、踏んで、あ、踏むと止まるのね。で、これ離すとパーンってなるわけだ。あいつら面白い性質してんね。で、上がってきましたら、この先進んでいきまして、で、クリボーたち無視して、ステップステップ、ランランルー、はい、オッケー。で、ここはなんだ、あれ待たなきゃか。このゴロゴロ岩待って、こっち行って、この上なんかありますね。ありましたね。行きましょう。で、ここ行って、ヒップドロップかましたら、ちょっぴー、ちょっぴーね。もっとなんかいいもんあってもよくない？あんまりしょっぴすぎない？で、ここはなんだ？え？なんだこれ、でけえの逆にあるけど、これなんかでかいの転がってくる？ありえるな。ありえない？ありえるでしょって感じよ。で、行きましょう。で、またちっと小さいやつがあるから、あれは無視で、ワンダーフラワーが上にあるな。あれ取っていけってことか。で、じゃあ、2ステップジャンプのおかげで取れたね。取り方違うのでは？で、これ絶対上のやつ来るじゃん、絶対上のやつ来るって。ほら来た、ほら見たことか、ほら見たか。どれぐらいのペース、意外と速い、やばい、これ間に合うか、どれ遅いよ、いや意外と、ワンパン、マジで言ってる、今俺ゾウだったよね、ワンパンされたぞあいつに。え、あいつワンパン系男子なの。いや男子ではないけど無機物だけど、てかこれ絶対取り方違うよね、明らかに上からね、なんか来て取るべきだったよね。まあいっか、とりあえずこれはもう猛ダッシュ猛ダッシュ、さっきはねちょっと油断しちゃったけど猛ダッシュでいいです。もうこれ逆に緩めたら死にます。オッケーオッケーオッケー。でこれ取ったら、もう一個来た、逃げねば逃げねば。オッケー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 。で走ってって、いや走ってるとか滑ってるなこれ。オッケー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 。でこっち行って、はいジャンプ。でここの下に入れ、おぶねー。でオッケーオッケー。でこれ取って、うわ、地形が斜める斜める。で、3個目ゲット。次は、あ、こっち側に1個あんな。これ転がってこない。大丈夫。いや、逆が、んー、でかっぷれ。でかいの来たんだけど。ちょ、待って、これは大丈夫なのか。いやいやいや、大丈夫はねえな。あっぷねえな。で、土管入ります。いや、これついてくる？いや、来るよね、絶対。絶対来るわ。あ、来ない？あ、来ないんかい。なんで来ねえんだ。土管には勝てねえんか、さすがに。いや、土管にも勝てそうだけどな、あの規模だったら。オッケー、まあ、とりあえずワンダーシートゲット。いや、それ以上にあの岩ワンパンなのかよ。バイバイ、ありがとう。二度と会うことはないでしょうよ。いや、びっくりよ、びっくりよ俺は。へえ、あんなことが起きるんだね、ワンパンなんて。なんかでかい状態からワンパンされるって、なんか
サンドイッチされて徐々に潰されて死んでいくならわかるけどさ、今までなくなかった。あ、で、あ、ちょっと待って、ここデイジーのあれがあるわ。で、デイジーのやつで上乗って、ここの上は何もないね。なるほど、何もないのか。まあいいや、とりあえずこっちでジャンプして移動していくのが一番いいと思いますよ。オッケー、ワンダフォー。いやー、一番このステージ印象に残ったのはやっぱりねえ、ワンパンされることかなって感じがするわ。まあとりあえず次のステージ行きましょうか。レッツゴー。で、クリアしまして、で、横にまたなんか息抜き系かな、この感じは。お邪魔します。ちょっと一気爆走チョロチュー。あ、あいつチョロチューって名前なのか。へえー、そうなんだ。ちょっと一息、爆走チョロチューね。何があるんだろう。で、チョロチュー上が出てくるのこれ。そういうわけじゃない。で、これはオンオブロックだ。この坂あるんだね。で、これ走ってて、チョロチュー要素ある。あー、こいつか。こいつを踏んで、あっち側に走らせた後、俺も戻るってことか。なるほどなるほど。オッケーオッケーオッケー。で、こっち戻って、これでブロックをしとけば、あいつは突っ込んで、ワンダーシードゲッチー、完璧だぜ。さてと、じゃあ他のステージやっていきたいが、どれからやる。これやるか。バッチチャレンジ、帽子パラシュートレベル2。帽子パラシュートレベル2ね。帽子パラシュート意外と苦手なのよね。バッチチャレンジ、まあいつもの帽子パラシュートなので、こっから飛びます。はい、ギリギリすぎませんかね。もうちょ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 、なんとかなったぜ。なんとかなるもんだぜ、みんな。で、これはまあ滑空していけってことよな。まあ滑空していきまして、特に何も、あーでもこれで全部取っとかないと10個円もらえないわけか。はい、よし、こっちですね。で、こっち行って、はい、開きます。で、こっち行って、滑空むずいのよね。なんか滑空難しいよね。大丈夫じゃねえよ、俺の体見てどこが大丈夫だと思うんだ。ほぼお前と身長変わらんぞ。で、10コイン取って、あー、よかった、中間があった。で、中間取って、どこまで行けるかなって言われてる。これ、ちょっと待って、下がりすぎじゃない高度。全然届かないんですけど。どうすればいいの。ちょ、まず上がる。あ、上がれた。オッケー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 よ。で、上がってって、こっからまあ助走つけていけて、おいおい、スピン何でした?こっから、はい。なんか勢いなのかな?なんかパラシュート全然奥に飛ばないよね。ん?あいつは飛べるはずというアドバイスしかくれねえし、こっからやっぱり勢いをつけてダッシュ。いや、もうちょっと勢いつけるべきだったか。ああ、そうだね、もうちょっと勢いつければいけそうだったね。じゃあもうちょっと勢いつけ、坂道下っていくぐらいでもういいか。いけますか。ここら辺からんーとん、オッケー。これでどうでしょう。届きました。だがワンダフは狙えねえな。逆にもうここら辺から飛んじゃえばワンダフル取れるんじゃないのか。オッケー、これでオッケーオッケーオッケー、取れた取れた。どうやったら遠くまで1回で行けるんだろう。なんか方法あんのかな。もしよかったらみんなコメントで知ってたら教えてほしい。というわけで、まあとりあえずこのパラシュートもレベル2クリアしたので、今のバッチリ上手に使いこなせましたね。嘘つけバカ。じゃあこっち行きましょうか。で、ここら辺もあるね。これは時博士、引っ張り砂漠に眠る謎。なんか最近こういう、なんか俳句系多いよね。なんかこういう、なんかちょっと韻踏んでるっつうか、なんつうんだろう。ほんと俳句っぽいよね、イントネ。あれ、エリンギの、あれかな。エリンギのミイラかな。引っ張ってみる。だからエリンギが出てこない。ほんとに包帯だけの存在なんだ、あいつ。で、これは引っ張って、あー、で、これ引っ張って戻してる間に行けってことか。どう戻すんだ?ん?どうやったら戻んだこれ。離れない。ああ、もう一回押せばいいのか。オッケーオッケーオッケー。で、これで上行って、まあ2ステップあるか。あんまり困らんとは思うが。で、またミイラくんがいますね。ミイラくんは引っ張りつつこっち行って、ので、上にあれがあるな、引っ張るやつで。クリボークはまあドリルで倒して、これで、あ、土管出てきたってことは、まあこれはもう入っちゃえってことですよね。あ、やべ、2ステップが出ない、2ステップが出ない。オッケー、危なかった、ギリチョンセーフで。入っていったらなんだこれ、またこれ引っ張ったんです。あー、そういうこと。おーおーおー、 S おー S おー S、 オッケー、取れた。いい引っ張りだ、感動的だな。でも何でも引っ張ってるととんでもないものが。何あいつ急に。
何急にあいつ敵側に回ってくれてんの。あいつクッパ軍に買収されたか。ありえるな。まあ、とりあえずこのエリンギ、おお、かわいい。なんかよかったですか。いや、首がね、戻してあげよっか。え、近づいても包帯巻き戻せるんだけど、あいつら悲しい存在、悲しいモンスターだわ。何のために生み出されたモンスターなんだろう。で、こっちで、おお、どうもこんにちは。で、クリボー君ヒップドロップで倒して、まあこれは上行く必要ねえか。でもなんか上行っといた方が良さげ感はある。しかもここ潜れない。まあとりあえず上から行って、なんもねえな。で、めり込んどるか、バカめ。お前らごときじゃこの俺を倒すことはできるよ。なぜ今俺はドリルだからな。これなんだ、アイテムかな。またドリルくれたかな。ありがてえ、ドリル。ドリル強いよな。ういー、ドリルヘッドにかなうものなしよ。で、またこれ花が出てきて金が出てきた。ただそれだけのことか。で、これはパーン。おお、メリコンドル容赦ないね。おい、残念。ジャンプの前では無意味。ジャンプでやられたらでかいな。下からでも大抵上から踏まないとダメだけど、これ下からでもいけるのでかいね。で、これは引っ張ってる間メリコンドルをガードできるので、その間に行けってことね。で、ここなんだ。ん？どっからどっから入れるか。いや、ね、別にダジャレじゃないよ。で、とりあえず引っ張っての、倒す。で、どっかの土管入れるわけではないのか、これは。で、なんでこんな時クリボー寝てんだ。起きろ。起きる前に傷みしてしまったな。で、これまあとりあえず上行って引っ張るか。とりあえず引っ張った。あー、青い土管があるな。あそこは入れるってことか。だとしてこっちから行った方がいいよな。さっき逆側ちょっと通りづらかったし。で、こっちから行って青い土管入れば、多分ワンダーシードではないな。これなんだ。ん？このエリンギ君使ってあれを取るってことか。いや、どうしろっつんだこれ。ん？あれが下から潜ってパーで吹き飛ばせば、探偵がない。え、どうしよう。これ取れねえかな。ツーステップジャンプで、ツーステップジャンプで、はい、うー、届きそうだな。ちょっともういちょい勢いつければなんかいきそうな感なかった。やってみるか。こっちからダッシュ、ツーステップジャンプ、くるりん。ダメじゃねえか。潜った。あ、そうだった、潜る気はあったんだった。そうだったよ、忘れてた。潜る機能忘れてたわ。いや、バカだね、今のは。完全なバカでしたね。今のはバカやりましたよ。で、お前、頑丈？頑丈ですね。思わず歌舞伎みたいになってしまいました。で、これなんだ？これ、ワンダーシードではない。10個いい？うん。オッケー。じゃあ、これも取って。あ、寝てる？あいつ寝てるけど。なんで寝てるんだ？まあ、いや、起こすか。これなんだ？なんか起きるのが現象か。はぁ、じゃねえ。なんだなんだ、こっちのセリフだよ。なんだ、あ、ワンダーシード、あれ、逃げやがった、あいつ。ちょっと逃げるなよ。で、これ何？金しかねえ。で、こっちは、あいつどこまで逃げんの。で、これなんだ。ん、まあとりあえずこれでまたガチャンってなったら、なんかあれが、あー、完成した。え、侵入者？何あいつ敵に回ってんだ。おい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 、どうなってんだあいつ。え、何者だじゃねえよ。デイジーだろ、見ればわかるだろ。逃げられるかなじゃねえ。なんだあいつ、何あいつ敵に回ってくれてんの。ちゃっかり、ひどくない。いや、やっぱあいつね、悪いやつだと思ったんですよ。ずっと喋れるし、喋れるしね、変なこと言ってくるし。やっぱあいつ敵だわ。敵だな、おめえ。敵だ、敵だ。おかえり。ただいま。お前敵だから、もう俺はお前を信用しないからな。お前は信用を失ったからな、俺は。で、これこっち行って、これなんだ。ん、引っ張るやつ。ああ、え、なんか突っかんだけど、なんかあれだったね。なんか何もなかった。何もないわけではないんだけど、なんかずっと引っ張れなくない？もう一回やってみるか。あ、ダメだ、やっぱり。なんで？お前は引っ張れる。普通はこうなるはずだよね。あれ、なんで？こっから引っ張ればなんかあるかな。あー、てかもうあれか、もうこれが限界値なのか。じゃあこの間にワンダフル取れってことしなのかな。うん、合ってるよね、多分。まあとりあえずこれでクォースクリア。いやー、もうついに花の本性があらわになってきましたね。あの花、信用しちゃいけない。いずれクッパ側についてるかもしれない。怖い。さーてと、ここもクリアしたら、なんだなんだなんだと言われたら答えてあげるが世の情け。そういうこと？この先なんだ？ひどいや。どうした？アリスのアリスマ、もう見ましたか？悪者が来てから怖くて近寄れないですよ。ああ、
前はたくさん水があってとっても過ごしやすい場所だったんですよ。仲間と話に花を咲かしたりして。お前は花をまあ咲かせられるもんな。あの者がいなくなるまで私はここでじっとしてますよ。はあ、ひどいや。まあとりあえず上を攻略する前にこっち側になんか今あったよね。これちょっと一気ジャンプのお立ち台、これやってこうか。やってこうやってこう。リズムに合わせてジャンプ、テンポよく進もう。何それ、なんかリズムゲー。じゃあ音聞いといた方がいいか。ちょっと黙るか。ん、お立ち台が立ったらなんかあんのか。ん、うわっ、あれ、ドゥドゥドゥン、はぁー、ドゥ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 、はぁー、あら、やっぱそうだよこれ。んー、ハックンいるし、なにこっち来い。ドゥ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 、あ、やっぱそうだ、マリオサンシャインのだ。そうだよね、これマリオサンシャインのあれだよね、秘密のコースの、あのポンプ奪われる時の、あの偽マリオにポンプ奪われて、なんかマリオ自身の力でクリアしろみたいなやつの。あ、そうだ、ドゥ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 、そう、このトゥトゥトゥの部分好きだった。いいね。なんか今回過去作の BGM 結構聞くこと多い気がするな、この一息系で。いいね。で、あーはーというわけでクリアしました。まあこれでワンダーシード1個もらえるんだ。いいね、いいな、マリオサンシャインの BGM 聞けるとは思わなかったわ。だってじゃあもう一ステージぐらいやりたい。ここのカゲロウは何もなし。なんかありそうだけどな。でねえねえ言ってるやついて、ここ底の剣マジローの散歩道。転がってくるマジローは踏んだらチャンス、手に持って蹴ることができるってなんか今説明に書いてあったな。つうかこれ蹴れんのお前。おう、なんかのこのこと違ってしょっぱくない、なんか。え、おう、ゾウマリオ、ゾウデイジーか、まあいいか、ハビザビオッケー。すごい水を撒き出すな。やべえ、これ水上に撒くべきだったか。おい、ちょっとあるマジロー、危ない。これ壺あったら水出ねえかな。ふんふん、おー、水出た水出た。ということはこれあそこのやつに水やればいいかな。おー、で水やって、のなんか出ます、ゾウの在庫。まあありがたく受け取ってこうか。でこれはなんだ、ん、おぶね、これなんだ、ん、あのアルマジロは何のためにいいんだ。まあいっか、アルマジロさんはほっときましょう。あれか、もしこいつを踏んでいけたってことだったのかな。まあいっか、とりあえずこれでもう一回叩くとなんか出る。10個に出た。え、あ、そういうことかな。上にマジロー投げろってことだったのかな。んー、まあいっか、2ステップジャンプで何とかなったしね。どういう攻略でなるのか分かんないのがこのゲームよ。で、これあるマジローさんぶつけると、うおー、かぼちゃ砕けたな。ん、どうした、いや、砂砂砂っつってるから敵あれなのかと思った。おー、一瞬マリオくんかと思ったら花が出た。砂ってマリオくんツッコミあったよね、あれ好き。でこれ行ってこっからジャンピング。なんでこんな取りやすいんだ。え、取りやすすぎない、なんかもうちょっとなんかあるもんだと思わない。なんもないね。でしかも土管は入れない。であるマジロウくんが転がって、上早いな。でこっから投げる。でお前、あーたす痛い、あたす痛いわ、やめてあげてよ。でここから、最近ブロックがすごい元気じゃない。フラワー王国ちょっといろんなもの元気はつらすぎないかね。まあとりあえずそんなこと気にせず行きましょうか。でこの先捨てて中間なので、あいつなんであんなとこにいんだ。よう、お散歩。ああ、やっぱ頭にやるとワンパンなのね。どうも、大丈夫かい。ごめん、根っこに染みたんならもっといいもんくれ、10コインくれ。でこっち行ってぞー、ハビザビー。オッケー、ワビサビですね。でここ、あー入れんのか。で入ったら、あー10コインあるね。でこれ確かさっきあるマジローさんで壊せたよね。あるマジローさん力お借りします。であるマジロー投げて、でお前をもう一回投げとく。いやこいつらぶつけろ、多分倒しちゃうよな。いや、とりあえずあっちに投げといて、でこれ壊して壊して壊して、あ、これ全部壊しちゃいけなかったのでは。あ、でも2ステップジャンプ俺ある俺には無敵だったね、関係なかったね、ご用紙。で到着しまして、でここの先進んでって、ワンダーフラワー相当ありそうなイメージあるんだ。これどうだ。あー、これワンダーだね、オッケー。今回はなんだ、どうなった、ん、なんか時の加速が行われてない。え、ちょっと待って、メイドインヘブンってわけ、これ。ちょっと待て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 、僕ら喋り方変じゃないって。早口、すごい早くて、あっぶれー。
サンボ怖すぎ。ちょ、サンボの散歩って感じで俺は吹き飛べや。オッケー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 。おー、ちょ待って、ちょ真下から攻撃すな、よくなかった。まあいいや、とりあえずこれドリル狙おうか。あ、ドリルも追加されたからドリルになった方がいいよな。ドリル、違う、ドリル。あ、オッケーオッケーオッケー。なんとかなったわ。なんか適当になんかちょっとごめん、言葉となんか動きが全然違ったけど、まあなんとかなった。やっぱりドリル強し、いいね。いや早いな、何の寿命も全て速くなってる。えぐいな、なんだこの世界、えぐいな、速すぎるな、あまりにも、あまりにも。いやー、なんで俺潜んなかったんだろう、潜りたかったこのご時世。あっぶねえあっぶねえ。でこれワンダーシード、なんとかして。ヘリウムが吸ってるみたいな声になってますね。どうよこれで。戻ってよかった、よかったね。え、マイフェイブスに生きていくよ、いいじゃないの。え、あるマジローさんがいますが、でもうゴールか、もう全部ゲットしたな、あとはワンダフル取ってゴールイン、完璧ね。よし、じゃあみんな今回の動画ここで終わるか。じゃあ次回はね、またこの左砂漠を攻略していきたいなと思いますよ。それじゃあみんな次回でまた会おう。シーヤー。